こんにちは、タケチャンネルです。今回も、タミヤの GR スープラ、トヨタの GR スープラの制作の続きをやっていこうと思います。で、まあ一応今回の動画で、関西まで行こうと思いますので、最後までお付き合いいただけたらなと思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで、パーツ類の塗装は全部終わってるので、組み付けをやっていくんですけれども、まずね、このキット面白いのがね、ホイールの分割。これもう散々他の人がレビューしてるんで今更なんですけど、メッキの部分と黒の部分が別体になってるので、黒の部分はね、グロスの黒で、EX ブラックで塗装してあげて、このメッキのパーツに接着してあげるっていう形で、塗り分けを再現してくれてます。なんで、まあ、説明書通りに黒で塗るっていうのでもいいと思うし、ちょっとアレンジして違う色で塗ってあげるっていうのも面白いと思います。こんな感じで、色分けができるので、まあメッキと黒だとね、メッキと黒だとこんな、まあ、おとなしい感じになるんで、例えば、まあ、ボディ色に合わせて赤にしたりとか、そういう遊びとかをしても面白いかなと思います。で、あとタイヤをつけていく。タイヤ向きどっちだったっけ？ちょっと待ってくださいよ。いや、ね。で、タイヤをつけていくんですが、タイヤは一応、左右の別はないんです。回転方向の指定はないんですけど、イン側アウト側の違いはあるので、それだけ気をつけてください。パターンを見てね、気をつけてあげてください。よいしょ。まあ気づく人いないと思いますけどね。で、前後のタイヤの幅が違うので、前後のタイヤを間違えないように気をつけて、組んであげたら、本来の説明書とは順番が違うんですけど、ここで僕はやっとブレーキを取り付けます。で、これなんでこれやるか、こういう順番でやるかっていうと、タミヤの説明書の場合ってここにポリキャップを入れて、で、ブレーキで蓋をして、で、後からホイールを差し込むっていう指示になってるんですけど、結構ここの穴がね、ポリキャップ入れてもガタガタなんですよ。こういう方向にガタガタなんですよね。ちょっと深いんですよ、この穴が、ポリキャップに対して。なので、そのまんま説明書通りに入れちゃうと、こう後でタイヤはめた時に中でポリキャップが遊んでるから、タイヤがガタガタしちゃうんですよね。それが嫌なので、僕は、いつも一番最後にタイヤと一緒にブレーキを組み込みます。なので、このタイヤに、ブレーキをつけていくんですが、このキットね、ブレーキのブレンボのロゴがないんですよ。これね、ここ、本来はこれブレンボのブレーキなので、ブレンボのロゴが本来入ってるんですけど、多分わざとだと思うんですけど、わざと省略されてます。これなんでわざと抜いてあるかというと、まあこれは僕の推測ですけど、僕の推測なんですけど、基本タミヤが開発、タミヤじゃない、タミヤじゃないよ、トヨタが開発したスポーツカー、まあ LFA にしてもそうですし、他の車にしても全部そうなんですけど、トヨタが作ったスポーツカーに関しては、基本的には自社ブランドのアドビクスっていうブレーキがつくんですよね。アドビクスっていうブレーキがつくんですけども、今回のこの、スープラに関して言うと、
トヨタがほとんど開発に関わってないっていうこともあって、BMW が使ってるブレンボのブレーキがついてるっていうことなんですよね。なんでそのアドビクスじゃなくてブレンボのマークが入ってると、まあもろに、トヨタが開発に参加してないっていうのがバレるからっていうので、多分、ロゴを入れるなっていうことになったんじゃないかなと僕は予想してるんですけどねまあ深読みしすぎかもしれないですけど、こんな感じから、ごめんなさい、喋るのに夢中になりすぎて説明するの忘れたな。だからもう一回やると、ここのピンにブレーキをセットしてあげて、でここで、ポリキャップをつけてあげる。ポリキャップをつけて、ここにガタが出ないようにね、このディスクの部分にガタが出ないようにギュッギュッとしっかりとポリキャップを奥まで押し込んであげたら、ここに接着剤をつけて、でここをつけるときは僕は基本的には白豚のセメントを使ってます。白豚のセメントの方が結構接着力が強いっていうのもあって、白豚の接着剤をセメントをつけて、こうやってセットしてあげると、これで接着完了っていう感じになります。こういう付け方するとタイヤにガタが全く出ないんですよね。なので、結構タミヤのキットでタイヤがガタガタするのが気になるっていう方、キャンバーとかね、あんなんを微妙に調整しはった人とかは、そのちょっとのガタでも気になると思うんですよね。それが気になるっていう方は、こういう方法でやってあげるといいと思います。というか、まあ多分、そういうの、キャンバー調整とかね、するぐらいこだわって作りはる方は、多分これ、やってはると思うんですけどね。このタミヤのキット組んでいつもこのタイヤの型が気になんねんなと思ってた人は一回試してみてください。リアもやり方的には一緒で、このタミヤのキットっていつもブレーキがね、このピンの位置が、左右で違ってたり形が違ってたりとかで、もう左右つくようにしかつかないようになってるんですけど、今回のスープラに関しては特にそういう風にはなってないので、左右どっちにもついてしまうんで、気をつけてください。特にフロントはどっちにつけても変わらないんですけど、リアに関しては左右つける方向を間違えるとキャリパーの位置が逆になっちゃうんで、気をつけてください。キャリパーが前に来るように、ブレーキのキャリパーが前に来るようにして、で、そのキャリパーの裏のここが、幅が細い溝と太い溝っていう形になってるので、太い溝が下に来るんで、だから、これだとこっちですね、こっちにつく形になります。これ間違えちゃうとキャリパーが後ろに来てしまうんで、まあ誰も気づかんとは思うんですけどね、気づく人の方が少ないとは思うんですが、やっぱりね気になる人、特に作った人はね、あ間違えたって気づいちゃうと後々ずっと気になると思うんで、気をつけてあげてください。こういう感じ。でまあ、僕はタイヤが回ることにはあまり興味がないというか、タイヤが回る回らないっていうのはあまり気にしてないので、もうべちゃべちゃ接着剤つけてるんですけど、まあ、タイヤが回るようにしたい方は接着剤つけるときちょっと気をつけてつけてあげてください。まあセメントでねポリキャップってくっつかないはずなんで、多分多少ついたところで回らなくなることっていうのはないとは思うんですが、まあ一応ねつかない、ついてないに越したことはないと思うので、よいしょ、こういう感じ。これで前後ともタイヤが取り付けてきました。こういう感じ。でフロントはキャリパーが後ろに来て、
でリアはキャリパーが前に来るっていう形。これはもうホイールベース上にホイールベース内に重量物を集めるっていうので、だいたい今のスポーツカーはほぼこういう構造になってます。こんな感じ。 F1 とかの場合だとね、これがも下に来てたりとかしますけどね、重心を下げるためにっていうので、そういう風になってます。はい、この辺はねやっぱ BMW なんでね、開発が、結構真面目に作られてる感じですね。はい、そしたらここまでできたので、やっとここでボディと合体になります。で、まあ、合体させてしまうと、その後中をねあれこれするのが大変になるので、どれか、この時点で、ガラスの内側にね、ガラスの内側にこの艶出しコーティング剤を塗っておきます。タミヤのこれ塗っとくと、結構よくあるんですけど、カーモデルしばらく置いてるとガラスの内側がねなんか曇ってくるっていうことがたまにあるんですよ。それをこれを塗っとくことで防げるので、これはねボディはめる前にやっといてあげた方がいいと思います。あれなんで曇るんでしょうね。なんかホコリなのか、多分静電気かなんかでホコリが寄ってきたりとかするのかもしれないんですけど、まあこれを塗っといてあげるとそのホコリが多分付着しないんでしょうね。なので曇るのを防げるんでやっときましょう。で、ボディつけるんですけど、ボディのねここにあるこの出っ張りを先に後ろはめたげて、あ、はめたげてっていうかもう普通にはめたげたらそこにしかはまんないんですけど、はめたげて、で、フェンダーのねフロントフェンダーの上にあった耳をカポッとはめてあげる。はい、これでボディとシャーシが合体しました。こんな感じで、あとは、マフラーですね。マフラーの出口、このマフラーの出口も、左右で、裏の突起が違う形になっているので、つくようにしかつかないので、それを見ながらつけてあげてください。つくようにしかつかないんで、間違ってつけようとすると、浮いてしまうんで気をつけてください。で、あと、ああそう、言うの忘れてた、やるの忘れてた、マフラーの出口ね、ここにマフラーの出口あるんですけど、ここの出口のところがこのマフラーつけたら見えるんで、ここ黒く塗っとくといいと思います。まあ、今ちょっとこれ油性ペンでやってるんですけど、艶消しの黒とかでもいいと思います。まあ、とりあえず黒くしてれば大丈夫かなとは思うんですけど、で、これをセット、こういう感じね。で、この中ね、この先のテールパイプの先っぽが見えちゃうんですよ。なんで黒く塗っとくといいと思います。よいしょ。ではこっちも、取り付け塗って、若干ね、出口がハス切りになってるんで、こう斜めに切られてるんで、まあ、その角度とかを見てあげたらどの向きにつけるのが正解なのかっていうのは分かると思います。こういう感じ、こういう感じでマフラーがくっついたので、あとは、ミラーですね。ミラーを取り付けていきます。ミラーもね、これ何でつけるか人によっていろいろあると思うんですけど、何でもいいと思いますよ。で、これね結構ここがきついんですよ。よいしょ。こういう感じで、この A ピラーとのねクリアランスがすごくきついので、結構ちょっとはめにくい感じにはなるんですけど、その代わりね、これはうまいことはめると接着剤なしで止まってくれるんですよ。こうやって入れてあげるとこんな感じで
接着剤、接着剤なしでもある程度止まってくれるんで、ミラーってどうしてもね、こう輸送するときとか展示会とかで運んだりとか、いやフォークで打ったりとかして運ぶとき、輸送するとき結構外れることが多いんで、もうあえて接着剤つけずにこう挟んどくだけっていう風にするのも割とありかもしれないですね。まあ、一応僕は接着剤つけましたけども、こんな感じ。はい、これで一応今回の GR スープラは完成になります。あとまあちょっとガラス外側にもねコーティング剤をかけてあげますけども、これで一応完成になります。こんな感じで、ミラーはね、説明書の指定だとこの上半分がセミグロスブラックって書いてあるんですけど、あれはね、純正オプションのカーボン風カバー、カーボン調のカバーをかけた時のイメージだと思うので、標準仕様だと全体がツヤ入りの黒です。なのでどっちでもいいと思います。はい、なんで僕は塗り分けめんどくさかったんで、もう普通にグロスの黒にしてあります。こんな感じ。はい、これで一応完成ですね。だから今回の GR スープラは僕はストームグレーメタリック、マットストームグレーメタリックか、限定24台かなんかの限定色のカラーをイメージして作ってみました。結構この色をイメージで作ってる人すごく多いんですけど、みんな使ってる色が、使ってる塗料がねバラバラなので、まあどれが一番それっぽいかっていう、気はするんですが、まあその辺はね自分のイメージで選んであげたらいいと思います。写真とかね、写真で見るのかネットで見るのか実物で見るのかで色の雰囲気って全然違うんで、まあどの色が正しいっていうのを論じるよりは、自分の中でこの色がかっこいいと思うっていうので選んであげれば一番いいと思います。はい、こんな感じ。はい、というわけで、あと最後回転台に乗せて見ていただこうと思います。